中国の李克強首相は、去年1年間の経済、長率が 6.9% 前後で、2010年以来、7年ぶりに前の年を上回ることになると、見通しを示しました。これは、中の李克強首相がとか、ボジアで行われた中国とメコン川流域の各国による農会議で明らかにしました。この中、李首相は、去年の中国経済にいて、定めを保ちながら改善を続ける状態を維持しており、全体として予想を上回った、成長率は 6.9% 前後に達したとみられ、と述べました。中国政府は、去年、成長率の目標を 6% 前後として今、だが、世界経済の回、基調を背景に輸出、伸びたほか、個人家も堅調に推移して、ることなどから、目標を上回る成長を達したものとみられます。成長率が6.9%に達すると、おととしの 6.7% を2010年以来、7年ぶりに前の、を上回ることになります。一方で、首は、中国の経済はすでに成長の速さ、利、支持を求める段階に向かっていると、今後は金融リスクの防止や環境対策、